はい、始まりました。はい、こんにちは、栗原です。あ、塚田です。こんにちは。はい、イグノーベル賞授賞式レポート2019ということで進めていきます。はい、まずですね、まずどうもありがとうございます。ご支援ありがとうございます。はい、おかげさまでですね、我々のクラウドファンディングプロジェクトは無事成立し、研究できることになりました。はい、はい、皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。はい、頑張ります。はい、でですね、早速、今イグノーベル賞授賞式が終わって2人で、ボストンからシアトルに戻ってきて、私が今住んでる家におります、うん、で、まあ、今後の研究の方針とかを議論しているんですけども、イグノーベル賞授賞式関係ですごいたくさん情報を映像とかを撮ったので、まあ、それをどうレポートとしてお伝えするかというのを話し合ってですね。そうですね、すごく映像が多いので、それらを、まあ、実際に僕らが見ながらコメントしていくことで、ライブ感のあるメッセージをお伝えできればと思っております。はい、で、まず私たちがボストンとシアトルとはという、はい、これはアメリカです。で、今私たち一番西のシアトルにいるんですけど、この青い点ですね、はい、マサチューセッツ州っていうのはこの一番東の方にあるところなんですね、うん、が西海岸の港町と東海岸の港町と、そこにケンブリッジという、まあ、文京区があって、そこにあるこのハーバード大学とここにあるマサチューセッツ工科大学、うん、この辺が舞台になっています、うん、はい、今は余計な見せしましたすいません、はい、まず9月12日に授賞式がそのハーバード大学のサンダーズシアターという、まあ、大きな行動劇場でありまして、その次1日休みがあり、その次の日に MIT でイグ・インフォーマル・レクチャーという受賞者とか旧受賞者が5分ぐらい話すっていう講義があり、まあ、あまり知られてないですけども、その日の夜にパーティーがあります。まあ、その辺のことを伝えていければなと思っています。はいはい、受賞式の我々の出番から少し見ていきますかね。はい、これは公式の YouTube 動画ですが、マークさんに今コールされています。2012年の受賞者ということで、栗原氏は昔のジャマーを今アピールしていると、うん、で、今年は何をしたかということで今マークさんが説明している、うん、塚田さんがでかいスピーチジャマー持ってるんだけどね、うん、でもね、まあ、なんかね、事前の打ち合わせではなんと流れが違って出すタイミングをやや見失っているというところがありますね今紹介されてますね。このマッチ、これ何が起こっているかというと、後ろに巨大なスクリーンがあってですね、みんなそっち見てるんですね。僕一生懸命今言ってるんだけど全く映像で出てこない。これは悲しい。せっかくね、これは頑張って間に合うために頑張って持ってきたのに大変残念な感じですね、はい、てか出てないじゃないか映像に、うん、これも俺らの出番終わりです、はいはい、このために頑張りました、はい、結構頑張ったんですよね僕がせっかく持ってきたのを上げている、一生懸命上げているのも映像には映ってなかったというのが、まあ、残念なところですね。はい、まあ、なんかイグノーベル賞全体のなんかいろいろなお作法とか定番のお約束みたいなのはちょっとここで説明すると長くなっちゃうんで、先ほど のイグノーベル賞の授賞式の動画とか関連の情報を調べれば知られると思うので、ちょっと裏話っぽいことだけここでは中心に話させていただければと思っています。はいはい、で、一応我々はその過去に受賞したものなので、それはなんかリターンオブパストウィナーっていうコーナーがあって、いつでもいいよ来ていいよって言われてたんですね。で、今年はまあなんか私がアメリカにいるし、いつかはもう一度行きたいと思ってたので、まあ、シナリオとして以前はあまり2012年に受賞した時にはノーベル賞受賞者の方にスピーチジャマーをやったんですけど、まあ、あんまり聞かなかったので、まあ、悔しいからもうちょっとでかいのを作って帰ってきましたっていうシナリオにして、まあ、ねじ込んでもらったということですね。うん、毎年過去の受賞者は何名か参加しているので、まあ、その一環です。特に珍しいことじゃないです、うん、はい、じゃあ写真見ていきましょうかね。はい、まず私が iPhone で撮った写真から、これが会場のサンダースシアターですね。まあ、非常に立派な歴史のある建物で、まあ、威圧感というか存在感がありますね。はい、でこれは今年の受賞者の渡辺先生。はい、渡辺先生はご家族でいらっしゃってて、まあ、最初ちょっと何でいるんだろうと思ったんですけどまあ研究にそのご家族がすごい関係あるということで、うん、まあ、すごく真面目な先生でいらっしゃってですね。そうですね、はいはい、先生の論文もこれは論文ありました。はい、おお、なるほど。はい、5歳児の唾液の量は1日に 500ml みたいなのを頑張って書いた論文のようですよ、うん、
いいですね、はい、でものすごい真剣にネタ合わせしてるんですよねあ確かに原稿バッチリ書いてますね、色付き原稿で、我々も受賞した時は頑張って原稿を書いた記憶がありますね、うん、やはり原稿を書かないと不安で、うん、なかなかね、うん、今年はなんかプレゼンテーションにあの映像もあったんですけど、我々の時は映像とか一切なかったので、うん、スピーチだけで笑いを取るというのに、うん、まあ、非常に苦労した記憶がありますね、うん、でも渡辺先生のやつすごい面白かったよね、面白かったね、うん、よく考えると水滴プールの止め方もすごいエクセレントだったし、うんうん。